岡市に本社を置き、ディスカウントストアを展開するミスターマックスホールディングスは、およそ1億円を架空発注し、不正に金を受け取っていたなどとして、社員2人を懲戒解雇したと発表しました。ミスターマックスホールディングスによりますと、情報システム部の元部長と元課長は、2012年10月から去年11月にかけて、複数の取引先におよそ1億円に上る架空の発注を繰り返していました。2人がそれらの取引先からリベートとして金銭を受け取るなどしていたことが分かり、会社は今月13日付で2人を懲戒解雇処分としました。ミスターマックスホールディングスは刑事告訴を含む法的措置を検討中で、取引先には資金の返還を求める方針です。